ニオベは、ドイツ帝国海軍が第一次世界大戦前に建造したがチェレキュー防護巡洋艦の一隻である。本艦は、第二次世界大戦前に、ユーゴスラビア海軍に売却され、練習巡洋艦として運用されたが、第二次世界大戦中に、イタリア海軍に露革され、その後に再び、ドイツ海軍で運用された、ケウナ艦歴を持つ艦である。 竣工当時の本館監視から取られた、練習巡洋艦に改装後の本館完備から取られた、練習巡洋艦に改装後の本館、ドイツ海軍時代の本館の船体形状は、推薦下に昇格を持つ平ら看板型型船体を採用している。全く傾斜のない監視看板に 10.5cm 速射砲、お棒立てのついた単装砲がで、 1.2番手法を並列配置で2機、その背後に中段に単小灯台1機を配置した短脚式の全部マストと司令塔を組み込み、両脇に船橋を持つ環境が立つ。船体中央部には日本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットを片元3組の計6組により運用される。 その原則には原則に等間隔に設けられた、張り出しに、片弦3機ずつ10.5センチメートル単装砲が、配置、2番煙突の背後の短脚式の後部マストが、立ち、後部甲板上に後ろ向きに3.4番手法が、後ろ向きに背負い式配置で2機の順である。ユーゴスラビア海軍に売却後、本艦は、砲術練習艦へと改装された。外観上の変更点は、 昇格のついた艦首は若干傾斜のついたクリッパー型艦首へと成形され、武装はすべて撤去されて、守コダ製 8.35cm 広角砲を主武装として単装砲画で一機を配置、全部マストは三脚型に更新され、環境構造も大型化した。原則艦板上には 8.35cm 単装広角砲が片元二機ずつ配置された。 簡素な後部マストも前部マストと同じく中段に単焦灯台を配置した。後部乾板の中部に後ろ向きの 8.35cm 単装広角砲を1機配置した。他に乾板上に 4.7cm 単装速射砲が4機と 15mm 単装機銃が2丁が装備された。イタリア軍に露革され、カッタロと改名されて、 ポーラ軍港でオーバーホールを受けた時に1 5ト、mm、ル、基銃は、ブレダ社の2トル単装機銃2丁に更新された。さらに、ドイツに露飼されて、ニオベに服した際に、ドイツ製2トル単装基銃が新たに追加された。AG ベーザー、シャブレーメンゾー選にて1898年起航、1899年7月18日、浸水。 1900年6月25日竣工。1906年から1909年の間ドイツ東洋艦隊に所属。第一次世界大戦時に老朽化のために沿岸紹介任務に就く。同大戦後、ベルサイユ条約により、ワイマールドイツ海軍保有艦に指定されて、解体を免れる。百二十五年に、後継艦のエムデン収益に伴い、ドイツ海軍で除籍後、 ユーゴスラビアに売却。ユーゴスラビア海軍、ダルマチアと改名後の6月25日に収益。1926から27年にかけて、砲術練習館に改造して用いていた。第二次世界大戦後の1941年4月17日に、イタリア海軍が捕獲して、カッタローと改名となったが、1943年の、 イタリア降伏後、1943年9月11日、ドイツが再捕獲して、春行時の官名である、ニオベに戻されたが、すぐに、クロアチア海軍に引き渡されて、ズナイムとなった。なお、この艦は1943年12月19日、アドリア海で、イギリス海軍の魚雷艇 MTB-276-298 に雷撃され損傷。 2日後に沈没した。さらに1947年9月頃に不養後の1952年に解体処分。ありがとうございます。